レッドラムはイギリスの競争馬で父クオラムと母マレットの間に生まれた影の千馬。1973年、1974年及び1977年にグランドナショナルを勝ち、不滅の大記録であるグランドナショナル参照を達成した。170年にもわたるグランドナショナルの歴史においても、まだこの偉業を達成した馬はレッドラムのみである。 1975年と1976年にも2着になっている。レッドラムは2歳から3歳の春まで下級のスプリント競争に出走していたが、3歳の秋にブラサートン夫人に購入され、フリーブーターで1950年のグランドナショナルを制したボビー・レントン上教師の下で障害競争に出走するようになった。5歳秋からテースに転向し、その後、 ボビー・レントンが恒例のため引退し、調教師はトニー・ギリアムに交代した。しかし、1972年秋のドンカスターセールで売却されると、ノエル・ルメールが6000ギニーで購入。ジンジャー・マッケインの下でシーズン開始から5連勝を達成する。そして8歳となった1973年に初めてグランドナショナルに出走、12ストーンのハンデを背負った。 オーストラリア出身の一番人気バクリスプが大逃げを打つ展開となったが10ストーン5ポンドの軽量だった同じく一番人気のレッドラムがゴール直前で差し切って初優勝した翌1974年は12ストーンの金量での出走となったが1970年1971年のチェルトナムゴールドカップ優勝馬レスカルゴを一周して1936年の レーノルズタウン以来となる連覇達成。翌月に行われたスコティッシュグランドナショナルも制した。しかし1975年はそのレスカル後の前に2着に、敗れ、1976年はラグトレードの2着となった。そして1977年のナショナル。12歳となっていた、レッドラムは、金量10ストーム8ポンドの2番人気で、出走、2周目から1番人気。 アンディパンデがリードを大きく広げたが、南関のビーチャーズブルックで、転倒、代わって先頭に立った、レッドラムが後続を突き放して、グランドナショナル初の3勝目を挙げた。そして1978年のナショナルを前にして、故障により現役生活を終えた。その後も様々な競馬場の開催に参加し人気を博していたが、30歳となった1995年に死亡した。 現在レッドラムはグランドナショナルが行われるエントリー競馬場のゴールラインのそばに埋葬されている。調教師神社。マッケインは2004年にアンバリーハウスで再びグランドナショナルを勝利した。ありがとうございます。